番組アンバサダーの市川恵比蔵です。このコーナーは毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。ゴールボール男子チームの川島優太です。川島優太選手、1994年東京都東大和市出身の27歳。小学4年生の時に網膜色素変性症のため視力が悪化。中学生の時にゴールボールと出会い、2013年ワールドユースチャンピオンシップスで金メダルを獲得しました。この年から日本代表入りしセンターを務め、日本代表のエースとして活躍。2017年 IBSA アジアパシフィック選手権で3位に入賞し、去年は東京パラリンピックにも出場、決勝トーナメント進出に貢献しました。視力が悪化する前、川島選手はスポーツが大好きな小学生でした。視覚障害になったのが小学校4年生の頃でして、野球を4歳の頃から始めていて、ずっと中学3年生まで、少年野球と、中学で軟式野球をずっと続けていました。キャッチャーをやっていたんですけれども、ピッチャーが投げてくるボールが見えづらかったり、フライを捕球するのが困難な状況まで視力が一気に低下したような形ですね。原因がまず分からなかったので、大学病院を紹介していただいて検査したところ、網膜色素変性症が発覚して、そこで初めて視覚障害があるっていうのを知りました。それでもやっぱり野球が好きだったので、中学3年生までずっと野球を続けていた状況です。周りがよく見えない状態でどうプレーしていたんでしょうか。ゴロとかは取れていたので、フライはもう周りの選手に任せて取ってもらったりとかしていたんですけど、最後までやりきろうっていうのが自分の中ではありました。中学から八王子市の盲学校へ通うようになった川島選手、1年生の時ゴールボールと出会いました。体育教諭で当時の男子の日本代表の監督もされた方が、八王子盲学校の体育の教諭でいらっしゃったので、初めてそこでゴールボールをやった時に、日本代表を目指さないかっていうので誘っていただいて、始めたのがきっかけです。誘ってくれたのは池田隆先生。池田先生は川島選手が競技への適性があると見抜きました。野球もやっていたっていうのもあって、そういったボールを扱う感覚とか恐れないところとかを評価していただいたのかなというふうに思っています。中学の頃は野球も続けていたので、ゴールボールにすぐのめり込むはしなかったんですけれども、野球を引退して何もスポーツがやることをなくなったので、そこで初めてゴールボールにのめり込んだのがきっかけです。ゴールボールは視力の差で不公平にならないよう、選手は全員アイシェードと呼ばれる目隠しをしてプレーします。川島選手にとって真っ暗な中でスポーツをするのはもちろん初めての経験でした。初めてゴールボールをやった時はやはり真っ暗な中でやるスポーツでもあるので、すごく恐怖心っていうのもありましたし、自分がどこを向いてるかっていうのも分からなかったので、まずはそのアイシェードをつけて真っ暗な中でプレーをするっていうところに慣れるまでにすごく時間がかかりました。野球の経験も大きく生かすことができました。野球やっていた経験がやはりバウンドボールですとか、ボールが飛んでくる軌道っていうのが自分の頭の中で描けるので、そういったところはすごく今につながってるかなと思ってます。野球も投げる競技で、上から投げるか下から投げるかの、違いにはなるんですけれども、そういったところではボール投げるっていうところは一緒なので、すごく野球に近い、形のスポーツだなっていうのは感じました。中学から本格的にゴールボールを始めた川島選手、どこで腕を磨いていったんでしょうか。高校卒業して筑波大学附属視覚特別支援学校に通いまして、そこで、ゴールボールの部活に入った形です。当時も代表選手が何人かいらっしゃいましたし、そういったレベルの高い中で自分も身を置くことで、自分もスキルを上げていきたいなというのがあったので、そこに進学を決めました。2011年、
川島選手はユース日本代表のメンバーに選ばれ、アメリカで開催されたワールドユースチャンピオンシップスに出場します。海外に行くことが初めてだったので、異国の地でプレーするっていうのがどれだけ難しいことかっていうのも分からなかったですし、まあ、楽しみっていうのも感じてはいました。ユースの中での役割としては、当時から真ん中センターというポジションを守ることが多かったです。同世代の海外の選手と戦うのはもちろん初めての経験でした。ワールドユースに参加するのがまず初めてだったので、どのレベルで他の国のユースが強いのかっていうのも正直わからなかったですし、本当に未知の世界だったかなと感じています。僕の身長160で、まあ、他の国の小柄な選手に勝つっていうところはすごく、まあ、難しいところでもありましたし、体格が大きい選手はやはり、まあ、守れる範囲もやっぱり広いですし、投げてくるボールも腕が長い分遠心力が使って投げてくるので、球の回転が速かったりとかボールの伸びが良かったりっていうのもあるので、そういったところは大きい選手の方が有利かなとは思っています。まず体格差を感じさせないというところで、やはりポジショニングであるとか本当に些細な音の違いっていうのを聞き分けるところからまず始めて、やはり体格が小さい分本当に10センチ刻みとか何センチ刻みのポジショニングが大事になってくるので、そういったところをこだわるようになりました。2011年のワールドユース、結果は8位でした。韓国のまあ、国歌も目の前で聞いてやはり悔しかったですし、まあ、当時同い年でやっていた選手もいたので、そういった選手とともに、まあ、次は自分たちが金メダルを取ろうっていうのをそこで約束をして2013年に挑みました。2年後の2013年、仲間との約束通り日本はワールドユースの決勝に進出。相手はアメリカでした。アメリカもすごく当時も強かったですし、まず体格が本当に2メーター超える選手もいましたので、そういった選手にまず当たり負けないっていうところを意識して、しっかりとしたプランを立ててアメリカ戦に挑みました。結果としては8対5で、日本が勝ったんですけれども、リードを許すことなく少しずつ差を広げていった形です。アメリカに勝って金メダルが獲得が決まった瞬間は、やはり、まあ、同期のプレイヤーと2年前に金メダルを取ろうと思ってずっとやってきたので、そういったところはすごくやりきったなっていうのは感じました。本当に一人一人が役割を果たしたっていうのがすごく勝利につながったかなというふうに思っています。2013年ワールドユースチャンピオンシップスで優勝メンバーとなった川島選手、この年男子日本代表にも初めて招集されました。初めて代表に呼ばれた時はすごく楽しみでもありましたし、本当に自分が活躍できるのかっていう不安も入り混じっていた状況です。代表で川島選手のポジションはセンター。コートにいる3人の中で司令塔的な存在です。センターの役割としては主にディフェンスを中心に行うんですけれども、攻撃の指示であったりとか相手がのどこに当たってるっていうのも伝えないといけないので、そういったところでは、両ウィングに指示を出すこともあります。センターのやっていて心がけていることとしては、やはりディフェンスをメインに行うポジションでもあるので、失点することの方がやはり多かったりするんですけれども、やはり失点した中でも気持ちがぶれないっていうところをすごく試合中は意識しています。相手の3人がどの位置にいるのかっていうのを足音で判断してボールの位置を捉えるようにはしています。フェイクといってボールを持ってない選手が投げてくるかのように足音を立ててきたりするんですけれども、やはりそういったところの駆け引きっていうのは試合中目まぐるしくあるので、そういったところではしっかりとボールの音だけを聞くようにはしています。川島選手が印象に残っている大会は、2019年のアジアパシフィック選手権が、自分の中ではすごく印象に残っています。千葉県のポートアリーナで行いました。やはりその大会は、まあ、2020年の東京大会の出場権
は持っていたんですけれども、やはりそこで金メダルを取るっていうところを目標にチームとしてやっていたので、そこで金メダルが取れなかったっていう悔しさもありますし、多くの観客の前でプレーするっていうので、自分自身にプレッシャーがをかけてしまった部分もあるので、力を全く発揮できなかったっていう悔しさがすごく、自分の中では今印象に残っています。ディフェンス力の強化を図るため、川島選手は強豪国への武者修行に出ました。2017年は中国とリトアニア、翌2018年には世界ランク1位のブラジルへ向かいました。武者修行をしようと思った理由としては、やはりセンターのポジションはいろんなボールを受ける経験値をやはり高めないといけないと思ったので、そういったところで世界トップクラスのボールを受けたいと思って海外に行こうと思っていました。言葉の、壁もありますけれども、やはりゴールボール、コートに入ってしまえば大体の動きっていうのは分かるので、そういった中で、まず言葉の壁というよりは、中国リトアニアの選手がどういう動きをするのかっていうのも知りたかったですし、どのタイミングで動き出すのかっていうのも同じコートでしか感じられないと思ったので、言葉の壁は気にせず行ってしまったのが、今思えばよかったなと思います。ボールの止め方ですとか、動き出すタイミング、ボールがどこでついているかを聞き分けろっていうのもコーチから教えてもらいましたし、そういったのがすごく今につながってるかなと思っています。去年行われた東京パラリンピック、ゴールボール男子日本代表は開催国枠で初めて大舞台への出場を果たしました。チームの目標としてはやはり金メダルを目指してずっと合宿も行ってましたし、パラリンピック初めての初戦迎えた時っていうのはすごく気持ちも高まりましたし、やはり規模がこれまでの大会とは全く違うぐらい大きかったので、すごく後悔しないようなプレーをしたいなというふうには思ってました。国内開催は大きなメリットとなりました。大会はタラフレックスというちょっとゴム製に近い床を使うんですけれども、同じタラフレックスでもやはり床質が違かったりですとか、バウンドの伸びが違かったりするので、そういったところでずっと国内で同じ本番で使う床を使用しながらできたっていうのはすごくメリットだったかなと思います。地元開催で男子代表は予選リーグから快進撃、開幕から3連勝を見せました。強豪国に対して大差でも勝てたので、そういった部分については選手の中でもちょっとできすぎだねっていう話はしていました。3試合目では予選突破はほぼ決まってはいたんですけど、あとは順位どの位置で通過するかっていうのだけで最終戦のブラジルに臨みました。決勝トーナメントでも最後はブラジルと当たると思っていたので、まずはそこのブラジルのボールっていうのをしっかり受けて、どれぐらいのボールの威力ですとかバウンドの高さが来るのかっていうのをしっかりと確かめながら決勝トーナメントに臨もうという話をしていました。予選の最後はブラジルに敗れたものの、男子代表は3勝1敗で見事予選リーグ1位通過を決めました。決勝トーナメント初戦の相手は世界ランク3位の中国でした。中国とこれまで対戦して敗れることの方が多かったんですけれども、東京パラの時は日本自体がすごく調子が良かったので、相手のセンターを中心に崩していこうっていうところで作戦は立てました。中国の緩急を使った攻めに終始苦しめられた男子代表、後半4点を返し反撃しますが、4対7で惜しくも敗れました。準々決勝、決勝トーナメントに入ってすごく硬さが出たかなというふうに思っています。やはり予選ではなかったミスをしたりですとか、自分たちでのミスでリズムを崩してしまった部分があるので、そういったところで点差がついて敗れてしまったのかなと思っています。東京パラリンピックで川島選手が最も印象に残った試合は、やはりリトアニア戦が一番僕の中では印象に残っています。やはり2017年にリトアニアに行った時もパラに出てたメンバーと共に練習してましたし、当時から彼らに教わったことも多かったので、それが東京大会で生きて、彼らに勝つことができたっていうのはすごく
行ってよかったなっていうふうに思っています。中国、リトアニア、ブラジルの選手と言葉は多くは交わせなかったですけど、ジェスチャーでコミュニケーション取ったりですとか挨拶ぐらいは交わせたので、パラリンピックの舞台でまた戦うことができたっていうのは僕の中ではすごく宝物になったかなと思います。川島選手には人生の支えになっている大好きな曲があります。サンボマスターのできっこないをやらなくちゃです。この曲は2018年に世界選手権が当時あって、2018年秋にはブラジルで一人で行くことになって、すごくまあ不安であったり本当にできるのかなっていうところもあったんですけど、この曲を聴いてすごく自分の心に刺さりましたし、まあ、体格は小さいですけど諦めずにやればできることはあるんだなっていうのをすごくこの曲から勇気をもらってます。再来年のパリパラリンピックでメダルを目指すゴールボール男子日本代表、その前に出場権を確保しなければなりません。現在は久米設計に所属しながら競技を中心にさせてもらっているんですけれども、筑波大学附属資格特別支援学校の体育館をお借りしながら平日は練習をして、まあ、合宿にも参加しながら、今年12月に行われる世界選手権がパリの予選にもなるので、そこでしっかりとパリの切符をつかむことが今の目標です。2位までに入れば出場権が獲得できるので、まずは決勝まで行って自力でパリの切符をつかみたいなというふうに思っています。今年から一般公募でゴールボール日本代表に男女共通の愛称ができました。オリオンジャパンに名称がつきました。星座のオリオン座から付けた名前で、実際に応募していただいて理由も含めて、このオリオンジャパンっていうのが、まあ、光り輝く星となれるようにという意味でつけました。名称がつくことによって自分たちの励みにもなりますし、自分たちのプレーによってそのオリオンジャパンがもっと広がっていけばいいなというふうに思っています。川島選手のストロングポイントは、見ていただきたい部分としてはやはり体格差を感じさせないプレースタイルかなっていうふうには思っています。小さい分本当に細かなポジショニングですとか音の聞き分けっていうのがすごく重要になるので、そういったところを見ていただいて、まあ、小さくてもできるんだよっていうのを見ていただけたらなと思っています。川島選手の家族も競技生活を支えてくれています。家族も国内で大会やるときはほとんどの試合に見に来てもらってますし、本当にプレーとして何か恩返しできればいいなというふうには常に思っています。東京大会で果たせなかった金メダル獲得っていうのを次のパリで目標を果たして、家族もそうですしチームメイトも今まで支えてもらった方々にも恩返ししていきたいなと思っています。川島選手にゴールボールの魅力を伺いました。ゴールボールの魅力としてはやはり同じ条件でプレーをするので、すごくそこが魅力かなというふうに思っています。まあ、あとはフェイクですとかボール持ってない選手が足音立てたり、そういったところで音の駆け引きっていうのもあるので、実際会場に足を運んで見ていただきたいなというふうに思います。まあ、これまでやっぱり視覚障害ある方でもやはりこういった競技を知らなかったっていう選手もいますし、この競技を知っていただくところから始めていただきたいなというふうに思っています。